公的支援を受けながら巨額のボーナスを社員に支給したアメリカの保険会社 AIG アメリカンインターナショナルグループの会長が18日議会の公聴会に出席し、全額返還を求める議員から批判の声が相次ぎました。 AIG の最高責任者リディ会長が公聴会に到着しました。公的資金の救済を受ける中、高額のボーナスに対する批判の声が予想されます。下院の公聴会に出席した AIG のリリー会長。去年9月に就任した彼の年俸は1ドル。会長は雇用契約上ボーナスを支払う法的義務があったこと、また支給しないで社員が辞めれば業務が維持できず再建そのものが頓挫するリスクがあったと弁明しました。It was distasteful to have to make these paymentsBut we concluded that the risk to the company and therefore the financial system and the economy were unacceptably high. また、10万ドル以上のボーナスを受け取った社員に少なくとも半額を返還するよう要請したことを明らかにしましたが、議員から批判の大合唱に。All right, this old school teacher is going to give you a little bit of advice. Pay the $165 million back.世界130カ国で事業を展開しているアメリカ最大の保険会社 AIG。 大量に保有する証券化商品の損失でリーマンブラザーズに続き経営危機に陥りました。 AIG の株価はわずか1週間で1ドル近くにまで急落。I know a lot of you are outraged about this. Rightfully so, I'm outraged too. オバマ大統領は、ボーナスについてはできる限りのことをすると語り、取り戻しに今後も取り組む考えを強調しました。アメリカ政府と金融当局は、世界各国で保険事業を展開している AIG を、経営破綻させるわけにはいかないと850億ドル、およそ9兆円を融資して救済するという決定を下しました。 Excuse me, sir. Do you have any comments? No comments? Comments on Edward Liddy? No comments. Who? Edward Liddy, the CEO of AIG. Never heard of him. BDS の仕組みです。A 社が B 社に融資をします。 A 社は万一この融資が焦げついた時に備えて保険会社などに保証料を支払い、その見返りに損失の補填を約束してもらいます。これが CDS と呼ばれる契約です。そして実際に B 社が破綻した時にこの CDS 契約に基づいて損失を埋め合わせるだけのお金を受け取るのです。 AIG をそのまま破綻させてしまえば、その影響の大きさは計り知れません。政府はただ見守るのではなく救済するしかなかったのです。実はこの救済劇の背景には AIG が金融市場で担っていたもう一つの役割がありました。企業の倒産で生じる融資の焦げ付きなどを保証するクレジットデフォルトスワップ CDS と呼ばれる保証契約の有力な担い手だったのです。この CDS という保証契約は企業の破綻に備えるだけでなく、サブプライムローン関連商品をはじめさまざまな証券化商品の販売促進にも利用されていました。トリプル A など商品の安全度を示す格付け、それをCDS による保証をつけることで下支え。ボーナスについてアメリカのメディアでは人材をつなぎ止める正当な理由があると理解を示す論調もあり、
購入者に万一の損失に備えた安全な商品だとアピールしたのです。CDS は証券化商品をより広く流通させるため、さらに他の企業や金融機関とも結ばれ、市場全体に広がっていました。AIG などの大手保険会社は、こうした CDS を最終的に引き受ける立場にありました。証券化商品の広がりを陰で支えてきた CDS。CDS 取引に関わる業界団体イスダによると、 CDS で保証されている融資や証券化商品の総額はここ数年で一気に増加しました。去年末にはおよそ62兆ドル6600兆円に達したのです。金融市場から不安を少しでも取り除くために CDS は最も有効な仕組みでした。その評価は今後も変わらないと思います。ところが、本来リスクを回避するための CDS は、ひとたび融資の焦げ付きや証券化商品の損失が拡大すると、金融市場の大きな不安要因へと変貌します。CDS をやり取りしていた一社が破綻すると、保証を受けられなくなる企業が連鎖的に増えるのです。もし CDS の有力な引き受け手だった AIG が破綻すれば、市場に与える影響は計り知れない。アメリカ政府が支援に踏み切った背景には、CDS 市場の不安を取り除こうという狙いがありました。実は各国の金融当局は数年前から CDS の急激な広がりに対し危機感を抱いていました。今年4月、世界の金融システムを監視する国際決済銀行はCDS について80ページにわたる報告書を発表。実体経済にも危機が及びかねないと警告しました。CDS 市場が破綻すれば、CDS の取引はとても複雑に絡み合っていて、一社でも倒れるとマーケットは大混乱に陥ります。 CDS はいわば賭けのようなものです。その賭けに負けて損失を出す企業が連鎖的に増えてしまうことをとても心配しています。さらに CDS に対する懸念には、CDS の有力な引き受け手の中にヘッジファンドと呼ばれる投資会社が数多く含まれていることがあります。ヘッジファンドは巨額の資金を運用する一方で、自己資本が極端に少ないことが特徴です。そしてその後ろ盾となっているのは大手金融機関。ヘッジファンドが次々と破綻すれば、大手金融機関の危機にもつながりかねないのです。不良資産の買取へと大きく動き始めたアメリカ政府。しかし、企業や金融機関が交わす保証契約である CDS はその対象にはなっていません。アメリカ証券取引委員会は3日前、CDS の実態を把握しようと、あらゆる金融機関に CDS の保有状況を開示するよう緊急に要請しました。金融危機の新たな火種として浮かび上がった CDS。市場関係者の間で不安が高まっています。
金融危機が収束したとは思えません。我々は嵐から出たというより、嵐に向かっているという状況なんです。分かりやすく説明しますとね、例えば、国屋さんからですね、私が100万円の借金をするとしましょう。100万円申し込みました、はい、国屋さん、草野さんは困ってるけれども、どうも信用がならないと、もしかしたら借金返してくれないかもしれないと。でそこで考え出したのが伊藤先生にですね、もし草野さんが借金を返せない場合は代わりに借金返してねと、でその代わり保証料を10万円お支払いしますよと。で仮にその10万円は無事に草野さんが借金を返せばそのまま受け取ってくださいよと、これが CDS の契約なんですね。でこの10万円分の保証料のことを CDS と、こういうふうに言うわけです。はい、いつの間にかアメリカの中には62兆ドルに上る CDS がある。もともとここに